平野金貨平野金貨教法17年7月23日は、江戸時代中期の漢学者、漢詩人。名は、玄中、字は、子は、通称は玄右衛門。死亡は、文宗先生。号は、出身地道の区国の金華山にちなむ、お牛空い門下の一人で、不真面目で攻撃的な性格から、しばしば衝突を起こしたが、その司祭は周囲にも認められた。 私文面でなく、将来の計画面での継承も目指したが、著書が散逸しており、その具体的な思想は伝わらない。元禄元年、道の区国田村郡三春城下清水谷に、範囲の三男に生まれた。幼くして、両親と死別し、元禄三年、三歳から、おじのもとで育てられ、一定の学問を授けられた。 宝永五年一族の遺行で、江戸に出て、仙田現地に医術を学んだ。しかし、玄佐都市の厳格な指導に対し、禁止されていた話本を借りて、玄関で読み、発見されて切り先燃やされる、禁止されていた医号打ち五番を打ち砕かれるなど、反抗的な行動が多く、ついに意に沿わない医療の道を断念した。医術の道を諦めた金貨は、玄佐都市を通じて、地具を得た。 お牛宗来に古文字学の教えを講た。話は史論に及んだが、自分の知らない事柄が多いことを恥じ、数ヶ月間前代の詩を読んで風画の胸を理解し、それまでの思考を焼いて、新作の詩を宗来に見せたところ、認められた。入門時期は、法営六年から聖徳元年の間である。県う内では、風流を好む服部南角と親しく通じた一方、 金言実直な太宰俊春代と対立した。ソライ相手にも、林望みいつ、創始中を批判するソライに対し、一人気いつを擁護した。また、隅田川の東側が、日本堤だと語るソライを笑うなど、欧平な態度は変わらなかったが、ソライは、健忘のようなるものとしながらも、大きな問題とはしなかった。聖徳5年5月、三河刈谷藩に出資し、後に、 道の曇森山藩に仕えた。元より生活のため主観することは、本意ではなく、仮説に藩主に越見する際には衣服を新調する、ことを布告された際、六の少ない下級家臣には無理だと反発し、妻の新服を着て出向いたが、藩主はこれを聞いて、六を加増したという。森山藩主、松平荒博を通じて、水戸学に触れ、民族主義に傾倒した。 教法13年8月、金加さんを観光した。観光中、宇野名家、玉、金加さんに、文のつたなさを訂正され、これにわずかに従った。教法17年7月23日死去した。墓所は、文京区、向川可憐三寺。墓は昭和4年5月東京府指定旧跡となった。はや、起こり深川やに、深川を発出 煙明けぼの色分け月きち、人煙明けぼの色分かる。長橋一般原保し分、長橋一般、成分を限る。連天骨下深川水天に村実で、て、たちまち下る深川の水。正し向き総集ため白雲くも直ちに総集に、こうつて白雲となる。宝永松頃神田氏をめとり、三男二女を設けたが、長男元幹とと、松女以外溶接した。その他、 平夜家には、目かけずきさよ、方向人染めの助がおり、また猫を18匹飼っていた。ありがとうございます。